基本有原さん、メジャーでの活躍ではなくプレー自体が目標だった。米大手マネジメント会社の代理人曰く、有原康平投手現ソフトバンクもコンオフに、レンジャーズを戦力外になってから最初はメジャー残留を模索していたが、好条件が見込めないと判断すると、すぐに日本球界復帰へと舵を切った。壮大時代の米国遠征でメジャーに憧れを抱くようになったが、メジャーでプレーすることが目標で、活躍することが目標ではなかったように感じた。明らかにベースとなる直球のスピードを欠き、多彩な変化球も十分に活かせなかったことは活躍できなかった背景にあったが、何が何でもメジャーで成功したいという気持ちが欠けていたことが大きかったと語った。気持ちでどうにかなるスペックじゃなかったろ。1年でもいいから MLB と契約、ソフトバンクと高額契約が必勝法やし、これで生涯年俸何倍も変わるからな。ボスなら2年やらんと元球団定期。こういうのはこれからかなり増えそう。今の日本の山本村上佐々木以外の奴らも大体そう。金のために決まってんだろ。アメリカの空気吸って満足した様子。チームの先輩の和田剛も2年間アメリカ旅行して今も活躍してるし、ええんちゃう？学生の頃からメジャー言い続けてた結果がこれだもんな。メジャー球団と契約した時点で仕事を終えた感覚になる選手は少なくない。特に複数年で大きな契約を結ぶとそうなりがち。本当の意味で契約が出発点と思える選手の方が少ないのではないか。どう代理人。そりゃそうやろ。マイナー契約とソフトバンクの契約ならこっち選ぶ。